コロナ禍にもかかわらず大気中の二酸化炭素の濃度が360万年で最高になりましたアメリカ海洋大気庁の発表によりますと去年の地球の表面上の二酸化炭素濃度は 412.5ppm で過去360万年で最も高かったということです去年は新型コロナウイルスの対策で経済活動が控えられ 二酸化炭素の排出量は前の年に比べ7%減ったと試算されていますが大気中の濃度は 2.6ppm 上昇しました温室効果がさらに高いメタンの濃度も観測史上最も増えました